ドル選手、今一着でダービーイン、素晴らしいの極み、さすがは我が親友、超かっこいい。競走の警備員に協力者がいたのか。さあ君のものだ。確かに。お、解毒剤は打たないのかい。ヘリの中で打ちますよ。君に逆らう者はことごとく非業の死を遂げるか。それなら君自身はここを出たらどうする。いいね、新しいゲームの始まりだ。実際痛かったよ、あのバカが加減を間違えるから。誰がバカだよ。昼夜は最初から吸血種じゃなかった。全軍くっそ、あ、取れねえ。ボスが接着しちゃって。全ては演目だよ。そもそも私がエレベーターから脱出できたのも昼夜が外から重力干渉したおかげだ。うるせえ。監視カメラ越しでは弾速までは見えない。そして水攻めは本当の目的から君の意識をそらすためのものだよ。彼を殺したかったんだろ。ああ、その通りだ。いや違う、フィオドル君の言う通り、自分を見失うために戦ってきた。